さあ始まりました、ホモクボー新しいな、それ小学生じゃないドンカチナンバーセテテレビのトムヤリーヤーということで、今回ですけどもやってまいりました、ホモクボーイズトンカチチャンネルへようこそここにですね、約90類のトンカチ弁当を用意させていただきました。それぞれね、横浜を代表するカツをですね、買わせていただきまして、まあ、今回はね、これをちょっと食べてですね、また何番を決定していきましょうという、そういう企画になっております。それでは早速食べていきたいなと思うんですけども、まずはどういうカツを頼んだかというのをちょっとご紹介できればなと思いますんで、はい、一つはですね、笠目屋さん、はい、もう一つがですね、さくら、はい、鎌倉カツ亭、カツレツァ。読めない、読めない青木、カツハン、はい、サボテン、和光、京八、合計9だね。はい、9個で、今回は今まではね、それぞれ3個買ってそれぞれ食べることができたんですけど、今回はシェアしながら、いや、どのカツがうまいのかっていうのをちゃんとね、真の1位じゃん。はい、それぞれでジャッジメントしていきましょうって感じですね。イエス。はい、それでは早速食べていきましょう。一発目食べたやつ、とりあえず。はい、はい、決まりました。はい、せーの、青木。うえぇー、やっぱり最初はグー、じゃんけんぽい。どうしよう、カツハンかな。あ、じゃあ俺カツハン先生食べる。それでいいじゃん。クリカスケ。カツハンこちらとなっております。これ大木さん、うえー、青木さん、うわいただきます。うん、ソースが普通のソースじゃない、うまっ。トンカツってやっぱり端っこがいいね。うお、やっぱりステーキで、これで一個ずつ食べると、うん、いただきます。うん、まこれ、これやばいわ。じゃあカツハンさんいただきます。うん、うん、9種類のカツ食べ比べですか。天国来たの、こんなでかいの。うん、ちなみに青木なんだけど、これ担当するの買いに行くの。うん、とんかつ屋ってさ、やっぱ外見はさ、中が落ち着いてる雰囲気というかさ、そういう感じで、やっぱり老舗感があるみたいな、で、まさに青木なんてそういう感じかなと思って中入ったのが、うん、割と最先端の食券みたいなのが置いてあって、へぇ、店舗の中もめっちゃ綺麗で、店内の BGM ゴリゴリ ATV だった。やばっ、かつ屋さんはさ、本当にさ、もうおじいちゃんがやってるようなさ、静かな、昔ながら静かな感じじゃん。そのイメージいったんだけど、全然違った。ちょっとこれもうごめん、もう優勝だわ。昼間マジで長蛇の列だから、これ行こうとする人はマジだね、時間覚悟した方がいい。青木氏完食です。カツレツァ完食。カツレツァ完食。じゃあ行きましょう、せーので。せーの、サクラカツ。じゃあこれで、うん、そっか、少しコソネは行ってみようかな。うえ、お二人言ったんですか、今日は最後の食事っていうこと。あー、そうだ、そうじゃないですか。もうこれを機に減量がスタートします。そうだよね、という間じゃね。そう考えたらもう大会まであっという間になっちゃう。もう2ヶ月後には仕上げるぐらいの勢いやるね。コメントを読みなさん、頑張って。おつる腰。じゃあさくらいきます。でも色が違います。腰ケースね。あ、来てる。わー、さくら黒っぽいんだけど、鎌倉亭が結構ね、ほらちょっと薄いね。笠目屋さん、椅子も見えるお、音がひぃー、鎌倉カツ亭さんはちょっと薄めです。うんうんうん、食べやすい。カツ亭うまそう、柔らかやばい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 、最高のメッセージです。一番美味しいとこ行っちゃって、うわこれね、でかくなったな。なんかこれうまいわ。いただきます。うーん、最初肉にきたらギュッてきた後にソースの甘み、もうその横を見せたよみたい、みんなに。マジ見せますよ、これこれすごくないですか。うお、なんかミルビールみたいな。カツって端っこじゃなくても平気な人なの。俺真ん中が好きだ。俺も真ん中好きだな。うんうんうん、めっちゃうまい。うん、でもナンバーワンってなると悩むな。うん、腹いっぱいでも。でも全然もうこのトップ6でもいい。そうか、まあ一応全員食べてるからね、全種類を。そうだね、今回は鎌倉カツでいただきました。うわ、何分だ。重ねや、すごいね、全部食ったね、こういうの。俺小さい頃から食えるよ、食事は残すなって言われて育ってきた。残さないよ、俺ら。ちゃんと食べるよ。じゃあ、行く、行こう、行きます。せーの、わーこー、半々ですか。カツ、入れ替えろ。
からいいじゃん。とりあえず一個ずつ作ってみようか。サボテンさん、とっても綺麗に入ってます。うん、安定にうまい。でバカか。うん、うわぁ結構分厚いな、これサボテンね。確かに安定だな。もうすごいよ今スタート今のテンション油すげえわ。ちょっとうまかもて。ソースって大事なんだね。うん、ね、サックサクに仕上げてんじゃない。マコ、うん、サボテン、うん、端っこいい、素晴らしい。サボテン派、うん、マコさんいただきます。懐かしいやつだわ。ちょっと長八も食べなくていい。ちょっとね、やばいかもしれない。そんな出る、なんだね、双子飯食ってんの。マコさんの米超薄くない。何それ、すごくない。写真立て入りみたいな。ね、その隣ちょっといい、すごいね、やっぱ分厚いわ。漬物の嫌い派、うん、絶対残す。え、残さない。僕は絶対残さない。漬物は食べ物じゃない。うわぁ重っ。こっちってことで、相当一発目だったらうまかったんで。うまいんじゃないですか、うん、これボリューミーだわ。カジラーとしてね、これは制覇しますわ。カジラーとしてだと優勝。うん、これ皆さんマジでいっちゃうんじゃない。横浜来た人決まった。どんどん、わぁお腹いっぱいだ。ちょっとこれからお菓子とか食べるのか、でも流しだったら食べるかな、なんか雨の日流しても食べてみたい。結果発表、とんかつナンバーワン決定戦 in 横浜ナンバーワンを一斉に発表したいと思います。それではドラムロールお願いします。ポン、せーの、もう一回いきますか。せーのね。うん、せーの、青木。やっぱ青木か。レベル高すぎあれは。肉がちげえわ。ステーキさ、口に入れた瞬間のあのふんわりしてる香り、別格ではあったな。うん、あれカツじゃないの。別の世界で戦ってたわけ。いやもう、ね、次元違った。呼ぶべきじゃなかった今度。でもね、全部うまい、マジで。そうだね、やっぱり、うん、ということで今回はとんかつナンバーワン決定戦をさせていただきまして、ぜひね、皆さんも気になるとんかつ屋さんに行ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画面白かったな、とんかつで食べたいなと思った方はですね、ぜひチャンネルと高評価お願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。ポーツポーツ、ちょっと無理、ASMR。なにやさひろじがえばえにっこりながさくんててててててて